今日は神戸市中央区から藤崎マーケットの田崎さんが届けてくれます。早速呼んでみましょう。田崎さん、お願いします。はいはい、どうも田崎でございます。今週もよろしくお願いします。さあ、今日はですね、本日オープンのグルメ複合施設、神戸北のノスタさんにやってきております。さあ、今日、ご提案する週末はこちら、新グルメスポットノスタを巡る週末ということでございまして、本当にね、もうできたばっかり、今日オープンの複合施設でございます。今日はもうお時間がある限りたくさんのお店を回れるだけ回りたいなと思っております。スムーズに回れるようにゼネラルマネージャーの富田さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。こんばんは、どうぞよろしくお願いいたします。男前登場でございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ここはどういった場所なんですか。本日オープンのノスタは、こちらもともと小学校の跡地をリニューアルいたしまして、グルメの美味しいがたくさん詰まった施設になっております。小学校の跡地なんですね。はい、じゃあ早速、はい、では早速参りましょう。はい、お願いいたします。ではこちらどうぞ。はいはい、失礼します。いや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 、ああもう今までお客さんがたくさんいらっしゃいますけれども、じゃあまずじゃあ早速右手の店から参ります。まずここのノスタさん、どんなコンセプトでできたんですか。そうですね、こちらも本当に小学校後の懐かしいも、ありながら、あと地元の食材をこうたくさん使ったメニューを用意しております。いいですね。はい、こっち、もうたくさんのお客さんがいますけど、はい、あ、なんかここなんかバス停みたいになってる、このおすすめのお店でございまして、かわいい、はい、ロースタリーの神戸北の焙煎所というお店になってます。そうですか。では早速参ります。あ、なんかいい香りしますよ。はい、いい香りしてるのもすでに。失礼します。こんばんは、よろしくお願いします。まずここの注目は、奥にあります大きな機械があります。あれや、すごい、あれなんですか、大きな機械がありますけど、コーヒーを焙煎する焙煎機。焙煎機、はい、あんな大きいんですね。もう見たことないぐらいのサイズだと思います。今日はお店の南方さん、はい、すごい大きいです。これ今焙煎機、ここで、ここで実際に豆をやってるやってる焼いて、新鮮なものをお客様に提供しております。せっかくコーヒーお飲みあ、いいですか。はい、もちろん。すいません、じゃあちょっとよろしくお願いします。よっ、じゃあこういうスタイル、グランデのグラスなんですけど、グランデ飲み口がマグカップと違って薄いので、はい、コーヒー本来の味わいがより繊細に感じていただける。そうなんですか。はい、これでこう思って、ちょっと熱いのでお気をつけてください。すごい香りが、いただきます。おいしい。すごくすっきりしますね。バランスがいいですね、これ。ありがとうございます、南方さんも。ありがとうございます。すいません、これあったかいから持っとこう。ありがとうございます。ではじゃあもう早速ですが、次のお店どうぞ。はい、次行きます。すいません、お客様、すいません、お邪魔しました。すいません。じゃあ次のお店に早速ですが参ります。次のお店、はい、ではこちら左手のお店に参ります。はい、日本酒のショップがございまして、日本酒ラダゴ酒ビレッジというお店があります。どうぞ。エロクさん、お酒ですって。やったー、待ってました。日本酒、こんばんは。またいい店名。よろしくお願いします。酒ビレッジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。永田さん、ここはどんなお店なんですか。はい、神戸市から西宮市にまたがる灘5号の日本酒を取り扱うアンテナショップでございます。そうなんですか。ほんまにもういろんな日本酒が置いてありますね。はい、その中でも何かおすすめございますか。はい、こちらですね。はい、ちょっと見せてください。はい、松雲純米吟醸白鶴錦、こちらがおすすめでございます。はい、いかがですか。いいですか、もうなんか。いいな、すいません。はい、もう準備が早かったですね。早かったね、コップ。コップの準備。いただきます。おいしい。そうでしょうね。たくさん飲んでらっしゃいます。ああ、おいしいですね、これは。
クイッといけてしまうんですね。あ、めちゃくちゃ美味しいですね、フルーティーで。フルーティー。すごい飲みやすい。いや、おすすめですよ、榎木さん。行きたい。はい、それでは、どんどん参ります。それでは、ありがとうございました。ご紹介いたします。どんどん参ります。では、次の店、こちらになります。はい、はい、はい。こちらは、ベーカリーショップ。ベーカリー。マリアージュ・ファリーヌさんでございます。どうぞ。いや、すいません。パンダ。こんばんは。よろしくお願いします。いや、いい香りがしますけども。これちょっと、見るからに。はい。結構もう売り切れ続出って感じですね。棚いっぱいにあったんですけども、ね、だけになってしまいました。こちらはどんなお店なんですか？そうですね、小麦にこだわりまして、安心で安全な食材を使用しまして、毎日食べても飽きのこないパンを心を込めて作っております。本当僕ここ会場に入らせてもらったからね、ここのベーカリーもお客さんでもすごかったです。今はねもう営業時間外特別に今開けてもらってるんで僕だけなんですけども、じゃあなんかちょっとおすすめとかございますか？はい、こちらのですね、淡路産の玉ねぎと、あと三重県の松阪牛を使用しましたカレーパンが商品となっています。揚げたてですのでよろしかったらどうぞ。いいですか？すいません、出来たてのカレーパンいただけるということで、はい、ねえ、淡路島の玉ねぎと松阪牛ですよ。ありがとうございます。あ、もうあったかい。いただきますよ。いただきます。うわ、すごい、ね、うん、あ、ほんと、あ、ついた。うわー、うまー。すごい、すごい、すごい、うまー、すごい、もちもち。そうなんです、はい、生地がもち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 で、カリッて、うん、ありがとうございます。カレーもすごいコクがあって、うわー、井川さん10本ぐらい食べてますよ。井川さん食べれますね、はい、ありがとうございます。はい、ではありがとうございます。どうも参りましょう。お、見たかすごい、めっちゃ硬い。じゃあ参ります。はい、はい、ではこちらのノスタカフェでございます。ノスタカフェさん、はい、じゃあ早速左手の方になります。こんにちは。本当にいっぱい紹介してください。いやもう、うわ、見てください、すごいいろんな商品がありますけども、たくさんございますが、本日おすすめの方は、はい、あのこちらにございますノスタパンケーキサンドの神戸紅茶アールフレア味を。パンケーキサンド、パンケーキサンドですって初めて聞きましたよね。生地がパンケーキの、はい、もうふわふわの生地になっております。サンドしてて、はい、今日はアールフレア、はい、おすすめさせていただいております。これをどうぞこちらの方でご用意しております。よろしくお願いします。スタッフが多い、素晴らしい。オープニングスタッフの皆さんですね、これね。豪華なオープニングスタッフは結束が固めですもんね。ボーリングとか行くのかな。よろしくお願いします。こっちでもらうんですか？はい、こちらで、はい、ご用意しております。出た。お待たせいたしました。こちらがパンケーキサンドの神戸紅茶のアールグレーでございます。ありがとうございます。でございます。かわいい、ありがとうございます。じゃあお席こちらの方で、はいはいはい、失礼いたします。ここでちょっと失礼いたしますよ。ちょっと見てください、ほらこれなんかこういうなんかロゴがね入ってますね、うん、ここほらかわいい、ありがとうございます。おしゃれですよね。神戸やな。いただきます。うわ、初めて。はい。思いっきり食べる感じ。おお。食べた。口についてる。口に。お弁当ついてる。田崎さん、かわいいことになってる。クリームとこの生地の相性がすごいですね、これ。パンケーキサンドを考えた人、天才。あう、無限ループです。パンケーキも7種類味をご用意しておりますので。そんなにいっぱいあるんですか？はい、もうその来店の都度、違う味も楽しんでいただけます。ね、いや、これはいいですよ。神戸北の野下さんでございます。あの各店舗の営業時間はそれぞれね、あのバラバラでございますので、ご注意ください。ということで、この後もまだまだお伝えしたいと思います。見てねー。
続いては再び週末ソムリエのコーナーです。今日は新グルメスポットノスタを巡る週末ということで、引き続き藤崎マーケットの田崎さんに届けてもらいます。田崎さん、お願いします。もう食べてる。めっちゃうまいよこれ。田崎さん、田崎さん、中継始まってますよ。あ、すいません、ノスタさんで一人で忘年会やってました。ちょっとすいません、もうすごいんですから。あ、すごい、もうこれだけたくさん用意していただきまして、時間の間にすごいことになってる。いや、今食べてるの何ですか。井川さんはラジコンが好きだな。え、大江さんから今食べてるのは何ですかという質問が。お食事中、すいません。まだまだご案内したお店がありますので、こちら次に参りましょう。もうたくさん紹介しましたよ。もうどうぞ、まだまだございます。あるんですか。はい、どうぞこちらお願いいたします。すいません、まだありました。ありました。はいはいはい、はい、では続いてのお店こちらにございます。まだあるんですね。でもなんかこうたくさんあるんですね。この形かわいいですね、このアーチが。もともと小学校跡のアーチをそのまま残した、うん、作りになっております。これはだからもともとの形を生かして、はいはい、おしゃれですね。ありがとうございます。では続いて右手のお店になります。こちらすごいです。何ですか、ちょっと。はい、はい、関西初出店の、お店でル・ショコラド・アッシュというお店になります。かっこいい、おしゃれ。ではこちらどうぞ。はい、失礼します。あ、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、おしゃれ、なんかスタイリッシュですね。いろいろお聞きしてもよろしいですか。あ、ぜひぜひ。はい、お姉さんがお話聞いてくれるんですね。はい、ちょっとなんかいろいろ見たんですけど、堂本さん、堂本です。ちょっと、はい、こっちとかもちょっと一緒に見ていいですか。はい、どうぞ。聞いていただいていいですか。ぜひぜひ。なんかこう見てください、ちょっとここもすごいんですよ。なんか棚にたくさんの商品が並んでて、これなんかここ見てください。なんかこのパッケージなんかいっぱい種類がほらずらーっと並んでて、これ何なんですかこれ。これね、うちのね、ペルーの農園、はい、ペルーの農園で作った、はい、チョコレートなんですよ。あ、そうなんですか。農園から発酵させて日本に持ってきて、はいはい、それでうちの工場でファームトゥーバー、はい、普通ビントゥーバーって言うんですけど、はい、じゃあもう農園からスタートして板チョコまで持ってってるってことなんです。はい、産地ごとで、カカオ豆の産地ごとでお味が違ってるので、好きなものをお選びいただけます。そうなんですか。そう、すごいですね、これ楽しいですね、種類もいっぱいあって。じゃあ、お店のおすすめちょっと教えてもらっていいですか。はい、はい、おすすめがですね、はい、北のノスタ店限定のボンボンショコラが2種類ございまして、はいはい、淡路島の藻塩を使用しまして、藻塩キャラメルと丹波の黒ごまプラリネです。淡路島の藻塩、いや、これ見てください、おしゃれやな。どっちが、はい、こちらが丹波の黒ごまプラリネ、はい、こちらが淡路島の藻塩キャラメルでございます。キャラメル、これも誠兵庫県そのものですよね。もうそうです、いただきます。藻塩、優勝、優勝だ、優勝きた、きましたね。むちゃくちゃ美味しい。うわ、本当チョコレートのこのふわーっと広がる中にこう文字状とかキャラメルのこのバーンって広がる風味がすごいですね。はい、おいしい。ありがとうございます。え、なぜやん、何ですか。また高木がもうちょっと食べてるんでしょうか。もう一つあったの。あれ？こちらだ。え？あ、もう。あ、もう。もうおしまい。え？急に。皆さんで。本日から興奮した興奮したのさ、来てくださいね。バイバーイ、バイバーイ、お待ちしてます。なんで、ちょっとね。